はい、どうも皆さんこんばんは、トシです。今回ですけど、前回の動画で、まあ、ちらっとだけ見せたこちらなんですけど、何かっていうと、こちらです。ちょっと取り出してみましょう。こちらですって言われてもね、多分ね、わかんないと思う。僕、動画撮るために、これさ、開けないでおいたからね。ちょっと待って、このですね、あまりにも、すごい嬉しいんですよ。この、箱すら壊れないようにしてくれる、この、ね、この、あれは嬉しいんですけど、あまりに取り見ていい感じで、ちょっと今、若干偉すぎた場面もあった。はい、ということで、こちら。これ何かっていうと、ここに書いてあると思います。キャノンさんのものですね。これ、アイビスミニ X というものです。アイビスミニっていうのが昔出てたと思うんですけど、あ、僕知らなかったんですけど、その後継版 X、まあもうこれもね、2010何年 ?5 年ぐらいのモデルだと思うんですけど、ちょっと古いやつですけど、こちら、Amazon さんでいくらだっけな、結構プレミア価格ついてるんですよ、これ。結構人気なやつなんですけど、もう後継版とかないので、これの。税込み89,980円でございます。キャノンデジタルビデオカメラ、アイビスミニ X、っていうものですね。はい。非常に高いです。非常に高いです。もともとはこんな高くないんですけど、開けてみたいと思います、早速。この間はソニー、こちら撮ってるの、ソニーの α6000。で、今回、まあ、アイビスってことで。で、まず中身ですけども、箱も結構綺麗だな。ほぼ新品って書いてあるからな。すごい、これもさ、ほぼ開けてないよね、ほぼ。なんかいろいろスタートガイドでございます。何が入ってますよっていうのが、まあ、バッテリーパックと、コンタクト、アダプター、リストラップ、インターフェースケーブルと本体、スタートガイド、こいつと、スタートアップガイド。保証書入ってますね。保証書入ってますね、これ。保証書入ってるけど、店名印押してないね。前は。はい。はい、では、いよいよ、まあ、本番、なんちゅうの？いよいよ、お待ちかねのか。はい、でででーん。でででちてん。こんな感じでーす。すごいな。まず、じゃあ、炭の方から出していきましょう。何これ。こちら、バッテリーの、充電するやつかな。なんか、すんごい形してる。前回さ、こう見せたじゃん。ほとんど見えてるから。こう、多分こうすると見えると思うんですよ。どう？なんかすごいさ、形じゃない？見えてんかったらごめんね。すごい形じゃない？僕初めて見たこの形。なんだろう、ちょっと、このね、なんかこの、感じ。おーと、ストラップですね、ストラップ。あとは、USB ケーブルですね。なんか多分、ぶっ刺して、パソコンとかにやる用のケーブルかな。あとは、ありますね、これ。こちら。バッテリーですね。リチウムイオン20ってやつです。で、いよいよ、本番じゃない。お待ちかねのものが出てくるわけです。きます。出しますよ、ちょっと。初めてだからな。ででででーん、でん。ちっちゃ、手のひらぐらい。手のひらぐらい、これ比べてみ。手広げたら、僕の手の方が大きい。ちゃんとしてますね。で、これ、広角レンズなんで、いろんなところを見えます。キャノンって書いてあって、アイビスミニ X って書いてあります。いやー、これがね、結構な値段したよね。ちょっと見ていくと、ここに、まあ真ん中に、当たり前ですけど、レンズ。あと、ここにマイクがあります。結構いい音質が取れるみたいです。
で、ここにオンオフボタンがあって、あーイヤホンジャックとかね、こんぐらいの音量で聞いてみたいよっていうのをここでやれるみたいです。見えるかな。はい。で、ここに画面ディスプレイの方が映ってますね。で、このディスプレイが こういう感じですね。こうなるんですね。こう見ると。こういう風になって、これがこう収納してやることもできれば、自分の方にこうやって向けることもできるんだ。おお、便利。こういう風に撮ることもできるんだけど、やっぱ自分を、こうやって撮ること感じかな、これは。で、自分を自撮りしたいよっていう時は、こういう風にすれば自分の方見えますよっていうことですね。で、これ、結構な硬さあるからさ、なんか壊しちゃうんじゃないかと思うんだけど、一応これをこう持ちながらこう撮影する感じかな。イメージで言ったら、こんな感じなんだけど、これでどこどこ、はい、どこどこに来ましたみたいなね。で、いろんな周りも撮れるから、例えば旅行動画撮るときに、どうやって持つのがいい、こうやって持つのがいいのかな。はい、どうも今日は、何々に来てみましたみたいなね、感じで撮るのもいいんじゃないかななんて思ってます。意外とね、そう、意外とここ。これ意外と硬かったんで最初。本当はこうやっちゃいけないやつなのかなと思ったんだけど。よかったよかった。あ、何年生って書いてあるな。ちょうど2016年生。2年前ですね。2年前か。結構古いんだね。で、こう開くタイプね。これがちゃんと取れちゃうんじゃなくて、ここで一回止まって、こういう感じで。でここにメモリー SD カードと、バッテリーが入りますよっていう風になってます。で、ここになんかちょっと三脚とかにね、くるくるってね、固定して、こうやって撮ることもできますよっていう風になってます。まあ、三脚に固定して撮るようなやつかって言われると、そうでもないような気がするんだけど。あと、ここで再生ボタンがあるね。ああ、それでさっきのこれが欲しかったんだね。で、ここ HDMI ケーブルがつなげるようになってます。おー、壊しちゃうかと思った。HDMI ケーブルと、何かな。あとケーブル。今多分付属で付いてたケーブルが使えますよっていう感じかなって思います。充電かな。はい。一応、一通りの概要としてはこんな感じです。だからここで、まずここスタートボタンを押して、こういう感じね。こうやって撮る感じね。とか、例えば、これ、いい、使えるってとこが、やっぱり広角レンズで、例えば、こんなとこ置けないんだけど、例えばよ。あ、置けないけど、あ、置けるやん、すごいやつになって、ここ壊れたら怖いけど、こうやってね、向こう撮ることもできるし、怖いけど、いろいろと怖いんだけど。逆にこんな狭い部屋の中でこれ使ってどうかっていう気もするんだけど、意外とね、いろんな方向を向いてくれるんでいいかなって、こいつで調整できるんで思います。一応今回は開封の動画ってことなので、まだ使ってみた感想とかいろんなことはまだまだ伝えたいことはあるんですが、今回まだこれしか伝えてないんで、寸法としては僕の手ちっちゃい方です、バスケットボールこうやって持てません。こうやってやってもね、落ちちゃうレベルの手です。で、言うてみれば、そうね、人差し指の、先端から、ここのなんかここのくのこのね、なんとかの法則みたいな感じね、これフラミンゴの法則だっけ。ここのここの、ちょうど真ん中ぐ、骨と骨が交わってるみたいなとこぐらいまでが縦で、横の大きさとしては何て言うかな、私の一番ここから、ここの骨の付け根ぐらいまで、だからそこまで言うほどどんででかくないし、
特にそのビデオカメラを構えながらこうやって撮るって、こうやってまだ自撮りするとね、ね、なんかしにくいよって人にはこれなかなかいいと思う。ね、しかもさ、あの自分の姿を見ながらどういう風に写ってるんやろうなっていうのが分かりますんで、なかなかお得っていうか、結構便利ね、日本語は出てこなかった。まあ何人じゃと。まあお得じゃない、何言ってんの。従ってがいいと思います。はい、はい。はい、もうなんか、ろれつが回らなくなってきたんで、そろそろ今日は終わろうかと思いますが、キャノン、アイビス、ミニ X、一瞬今、名前出てこんかった。アイビスミニ X の方を購入しましたという動画になります。ちょっと、どこを3面に使うかな。こんな感じで撮るのね、ここぐらいまでこうして、はい、じゃあ、はい、サムネ撮影終了。サムネがね、サムネにできそうなのが、ね、2、3箇所あったんですけど、まあはい、というわけで、バイバイ。